はい。今回はですね、顧問契約ということで、会員制の提供するメニューの17のメニューリスト、アイディアの中から、顧問契約について見ていきます。まあ、これはもう簡単ですよね。どちらかというと、人的サービスがメインの業界なところになりますよね。例えば、私業だとか、コンサルタントの方のこの顧問契約、月額のこの契約の中でフィーとして継続課金でもらう。顧問契約の会員になってもらうということです。 これはやっぱり人的と人が介入してくる部分ですので、高額、高価格帯の会員制ビジネスとして、サービス型として成り立ちますよということですね。コンサルタント修行っていうのが主流になってきます。まあね、一つのこうどういうメニューがあるかなっていうと、月額顧問料15万円とかですね、月額顧問料20万円とかって、顧問料となるとやっぱザラになってきますよね。ですごく高価格帯です。 その感じですね、やっぱ人数が限られちゃったりだとか、一人一人こう手厚くフォローしていかなきゃいけないとありますけれども、例えばこれをちょっと10万円と5万円に下げてサービスを減らしてメニューを減らすっていうのも、ね、考え方としてはあるので、ぜひこういったね、まあ、人的サービスにはなってしまいますけども、顧問契約っていうアイディアもぜひ考えてみてください。